はい、ドルチャンネルです。今回はですね、もうちょっと定番になりつつある、また燃費計測ですね、例の道をちょっと走ってみようかなと思います。で、今いるのが、前と一緒の、兵庫県の西予の、イオンタウンですね。はい。じゃあ、ちょっと燃費表示にして走っていきます。ということでね、現状を言うと、岐阜にちょっとね、ドライブ行ってた動画上げてると思うんですけど、それの後ですよね、ゴールデンウィークの翌週っていうんですか、ですね、はい、先週はゴールデンウィークやった感じなんで。で、なんでまたこの道走ってるかっていうと、ジブサカ高原で、ちょっとね、動画3本ほど出してると思うんですけど、鯉のぼり、まだ上がってますね。で、そこでちょっと異様な燃費が出たんで、車自体のね、燃費性能が上がってるんかなーって、ちょっと検証も兼ねてね、走っていこうと思うんですけど。話をすると前多分前回になると思うんですけど、出してる3つの七曲がりですね、七曲がりをその、ね、燃費表示せず普段通り走ってなんぼ出るかっていうやつをね、やった帰りというか、その続きで撮ってるんですけど、そこでね、23.9 出てるんで、前燃費運転して確か 23.5 ぐらいだったと思うんですけどね、だいぶ上がってるんで、やっぱり車自体のね、燃費性能も若干上がってるんじゃないかなって、ちょっと今日は期待してるんですけど、目指せ30ですよね。こういう普通の道で下り、大きい下り道なしで、でも開始早々も20超えてますしね、いい感じですよね。その前回走った時の課題って言ったらあれですけど、
27超えてからが伸びないんですよね。前に車がいれば伸びるんですけど、やっぱり空気抵抗とか関係ある領域に入ってくるんですかね。で、まあ今回は燃費運転について話しようかなと思って、ちょっとまあいろいろ考えてたんですけど、結局ね、普通に運転するのとその燃費運転するので何が違うのかっていうところですよね。ちょっと24とかいきなり行けましたけど、やばいですね今日は。まだ信号と踏切越えてないのに24出るのはちょっと早いですよ。今まで信号を越えて踏切越えてトンネル越えた次の信号ぐらいで24行ってたんで、ちょっと今日ペース早いですね。だいぶ早いですね。で、あ、ごめんなさい、燃費運転と普通の運転の差ですよね。燃費運転の時はね、もう極力アクセルを踏まないようにしたいんで、なんていうんですかね、そのまあ、自分の場合はピボットのスロコンつけてアクセル回転を見てるんですけど、今で 17% ぐらい、今16、17の行ったり来たりぐらいで、もういっぺんそのなんていうんですか、その巡航速度に乗せた後はもうなるべく踏まないように、そのなんていうんですか、その感性、惰性で走るようにしたいんですよね。後ろがいない場合に限りますけど、今いないんで。鋭くしないこと。やっぱりハンドルをね、こう1km先レベル3レーダースピー取締エリアですよ。ハンドルをこうギュッと切っちゃうと、やっぱりスピード落ちちゃうんで、ギュッと切らないように、その緩やかに滑らかに切っていくようにはしてますね。まあこれは別に燃費運転じゃなくて、普段の運転の時からそうしてるんですけど、踏切まで 26.7 って、これちょっと新記録ですね。どうしてもね、この踏切でこう止まって一時停止、一旦停止で完全ゼロキロになっちゃって、そこからのアクセル、やっぱ電車止まってる、珍しいですね。喫煙線が止まってました、右に。何駅でしたっけ、三日月駅かな、まあ、まあ適当ですけど。で、まあ今 27.3 まで上がりましたけど、この発進時の踏み方も大体なんていうんですかね、ギュッと踏んじゃうんじゃなくて、初めにちょっとそのなんていうんですか、その様子を見るようにちょっとだけ踏んでから踏み込むみたいな感じで、一気にガンと踏み込むんじゃないですよね。なんで、そういう感じですよね。ちょっと前がいなくなっちゃったんで、ちょっとあれなんですけど、ここから先伸びるかなって感じです。結構もう限界来ちゃいましたね。 27.3、 だいたいいつもこれぐらいでね、頭打ち止めで、そっからうーんみたいな感じなんですけど、今日はなんか異様に早いですね、燃費の伸びがね。まあ発進あったから 26.9 に下がったんですけど、だからそうですね、いかにそのスピードを保つか、ゼロキロにしないかですよね。
来てる時にそういう運転するのはやっぱりあれなんで、そこはちょっとね流れを読んで、まあこういうの最悪ですよね。まあしゃあないですけど、で今で 26.9、20、27、後ろ来ちゃいましたね。後ろプリウスをつきましたね、1台。なんでね、そのね、運転してる時は特になんですけど、その迷惑にならないように後ろ走ることを心がけてます。はい、だけ打角を緩やかにしたいですよね。で、あとはこの目に見えてその下り坂になってる時はちょっとアクセルを抜いてあげたりとか、そういう細かな配慮をしてますけどね。発進があったから26まで落ちましたけど、まあ、あと信号1個あるんで、そこで止まらなければ、信号も結局ね、うまいこと運転したらね、引っかからずに済むんですよね。明らかにその赤になってる時はもうアクセルを抜いてトロトロっと慣性だけで進むみたいな感じで落としてやるとか、あとはその今の前の信号の場合もいいですけど、その歩行者用信号がついてる場合は歩行者用信号が点滅出したらもう変わるまくって、そこではなんていうんですか、ちょっと増速してあげるとかで、通り過ぎてちょっとして信号変わったんで、プリウスだいぶね車間上げてたんでね、信号引っかかりましたけど、そういうなんていうんですかね、その周りの環境をよく見るっていうのも大事やと思うんです。なんでこの橋もちょっと下り坂になってね、ちょっとアクセル抜いてあげるとか、その辺ですよね。だから本当に何て言うんですか、その急がつく運転をしないって、まあ基本中の基本やと思うんですけど、基本に忠実に運転してるって感じですよね。
らべっこしながらね運転するんでね、遠出した時の帰りとかね眠くなりそうな時にはすごいよくやってますよね。結果燃費がいいみたいな。なんでこのマツダの車だとそのマツダコネクトがあるんで、こうやって燃費表示できてるんですけど、他の車はねどうなんか知らないんですけど、オドメーターのところにあったりするんですよね。でもあれってあれでしょ、累積でしょう。なんでマツダのこのマツダコネクトは多分そのエンジンかけるために毎回リセットされるんで、その都度その都度の燃費なんで、累積じゃない、累積は下に出てるそのリセット前って書いてるところのやつなんですけど、これはそのオドメーターを、オドメーターの A ですよね、 A を0にするとその次のターンっていうんですか、前回の履歴に残るんで、消費しちゃうのか、それともじわじわと近づくのかみたいなね、結構あれですけど、まあ今ね実際の速度を言うとあれなんですけど、まあ全然取り締まりされても問題ない速度なんで、それぐらいの速度です。車間が欲しいんですよね。車3台分ぐらいですかね、一応気にしてるのが。ね、右が今そのオレンジ線なんで、追い越し禁止のオレンジ線なんでちょっとあれなんですけど、だいたいその追い越し OK の白点線だと大体3本分ぐらいですかねがいいってなんか書いてたんで、それぐらい取るようにしてますけど、バイパスとかね、そのちょっと速度域が上がる区間についてはまあその時の状況次第ですけどね。27.6 まで来ましたね。燃費を稼がせてもらおうかなって感じですよね。
なんでね、見とってもらったら分かると思うんですけどね、もう後ろついた瞬間キューンってね上がるんですよ、ね、びっくりするぐらい。ちょっとね今その橋のとこね坂やったんでね、レコンマ一応落ちましたけど、28.2 ね、ピョーンってこう上がりましたでしょ。今まで 0.1 刻みだったのが、なんでね、ほんとね、いいんですよ。こう後ろにつくっていうのは燃費運転にしては。10キロまで落ちましたけど、まあでも0キロになれるマシですよね。後ろも来てないんでね、ゆっくり加速して、ちょっとね、アンダーパスの坂道があるんで、そこでちょっとうまいことやって、右方向1キロメートル先、レベル3交差点取締エリアですよ。
ますね。 28.1 まで落ちました。なんでね、100キロとかで長距離乗ってたらそんな発進の時にそんな落ちないんですけど、短いんでね、10何キロなんで落ちますよね。正面の信号でもう終点なんで、この道は。
ら2号線です。 28.2 一応ね、あのローソンじゃない、ファミリーマートが左にあるんで、そこまでで終了としましょう。はい、ということで、終わりになります。はい、ご視聴ありがとうございました。